で、今リールの説明したんですけど、今このリールに巻いてある糸ですね、これは、PE ラインといって、ポリエチレンの素材の糸になります。特徴としてはすごく力が強いです。細いんだけどいっぱい力が強いというか、めちゃくちゃ重たいものでも持ち上げれるっていうのが特徴で、けどまあ、擦れに弱かったりとかいうね、紫外線で劣化したりとか、まあ、いろんな事情がありますが、まあ、細かいことは置いといて、基本的にこのライトショアジギングっていうのは PE ラインで行います。号数で言ったらそうだな、まあ、番号サイズ表記みたいなのがありまして、だいたい人によっては 0.8 くらいから、まあ、上でも 1.2、それから 1.5、まあ、心細い人は 1.5 号とか、うん、いうものになります。 0.8 号から1号、1.2 号くらいまでがメインです。ちなみにこれ巻いてあるのが 1.2 号です。うん、それでも十分細いんですよ。でこういう PE ライン、まあどれを選ん、まあ、PE ラインもいっぱい種類あるんで、どれがいいかわからんってなったら店員さんに聞けば分かりますし、うん、まあ、自分のね、別の動画にもこんな PE ラインがおすすめですよみたいな動画も出してますんで、まあ、ぜひ見ていただければなとは思います。はい。